またご紹介します。こんばんは、笑顔の穴咲いてありがとうございます。レイちゃん、スキー、スキースキーですか、それはスポーツの。こんばんは。寝ようとしてた。おー、よかった、気づいてくださって。よかったよかった。花井がいちゃん大好き、嬉しい。花井ポーズ。よいしょ。笑顔の穴咲いてありがとうございます。こんばんは。24日昼公演当たった。お、花一色グッズ嬉しい。あ、花一色のグッズだ。嬉しい、ありがとうございます。絶対見つける。そう、リリノちゃんとね、出れるパーティーラストだし、パーティー自体もね、もう次いつ次の公演日は決まってないので、楽しみましょう。今日も一日お疲れ様でした。新成人グッズのタペストリー、たくさん届いた。お、ぜひ飾ってください。20歳。こんばんは。寒暖差激しいけど、ね、体調大丈夫かな。ですね、待って、めっちゃこんな溜めると体調悪いみたいだけど、別に全然元気です。元気なんだけど、少し前に、でも多分寒暖差は関係なくね、ちょっと、あ、悪いかもって時はありました。でもね、今全然すごい元気だし、あと結構外にいる時間が私は少ないので、もう室内でぬくぬくしてれば大丈夫です。そう。でもそう、最近思ったのが、なんかそういう、体の調子だったりとか、まあ疲労感もそうだし、胃もたれとか、もうすべてにおいて回復にすごい時間がかかるんですよ。年を感じました。10代に戻りたい。やだ。雪降った。今日ですか？気づかなかった。私が外出てる時は雨でしたね。コツ、どういうコツだ？わからん。こんばん。お、夜公園行く。お、嬉しい。待ってます。嬉しい。久しぶりだ、会えるの。1ヶ月ぶりかな。あ、夜結構来てくださる方いるんだ。24来てくださる方たくさんいる。あ、でもそう、確認したんですけど、前座があっても、ミニ劇場は、3期ミニ劇場は、これまで通りあるみたいなので、ぜひ、開演の20分前かな、
だから昼公演は11時40分、夜だったら4時40分かな、16時40分にぜひ座席について待っていてくださると嬉しいです。そう、誰が何をするかはね、ミニコーナーは当日まで秘密なんですけど、でもソリーノちゃんがねラストなのでね、通常公演。そう、ペンライト緑とリーノちゃんのコールもたくさんお願いします。以上か、当たった、お嬉しい。でもそう、なんかね、多分昼も夜も落選が出たみたいだから、そう、ナイポーズ。24日初めて花江ちゃんに会いに行きます。嬉しい。直接会ったらあんまりだったって言われないように頑張ります。笑顔の花咲いてありがとうございます。ちょっとやばい、なんだろう、通知来て時間的に花江ちゃんだってすぐ分かった。そう、ちょっとね、なんかいろんな時間にやった方がフォロワーさんは増えるし、そのこの時間だともう寝てるよって方がたくさんいらっしゃるから、もっとね別の時間にやってほしいっていう声もすごいいただくし、分かってるんですけど、ごめんなさい。でもそう、どうしてもさ、なんかその日の予定の前だと、例えばその予定、お仕事とか、まあレッスンとか、まあ個人的なね用事でも、それの余裕がもうある状態じゃないと、なんか準備とかそういうのが残ってる状態だと、その前にやろうとはなれないのと、あとシンプルに朝はめっちゃ顔がむくんでて、ビジュが悪すぎて配信なんかできないです。そう、本当にむくみがひどい。それも年を感じる。本当になんか朝と夜で顔が違いすぎて嫌だ。メイクもあるけどね。こんばんは。食べしてる、予想以上に大きくてびっくり、花江に見つめられてるって嬉しい。そう、なんか等身大らしい、等身大ぐらいの大きさってことかな、多分ね、そんな大きいとかなり存在感ありそう。花粉はですね、私はその花粉じゃないのかもしれないんだけど、年中そういうアレルギー性の鼻炎、あと目のかゆみとかに悩まされてるので、このシーズンだからっていうことはないですね。まあシーズンになったらもっとひどくなるのかもしれないけど、もともと花粉症から始まったはずなのに、いつの間にか花粉じゃない季節も年中になってしまいました。
てかそう、私のね目のくすみがすごい話をしていいですか？どんな話って感じだと思うんだけどさ、あのここのね涙袋にあのアイシャドウ塗ってるんですけど、スティックのなんかグリッターまではいかない本当に細かなラメが混じってるよっていう、そういうアイシャドウのスティック、一応今日は上もそれ塗ってるんだけど、結構ブロンズでしっかり色がついてる色だったんですよ。なのに塗ったらめっちゃ馴染むっていう、私のこの目のくすみがひどすぎて全然なんか、なんていうの、ちょっとオレンジ寄りのブロンズのはずなのにめっちゃ馴染んでる。でももともと今日はあの普通にレッスンの時はなんかそっちの、今日使って今塗ってるのはオンジョンユさんのなんですけど、オンジョンユさんの3番なんですけど、あの普通に昼間は結構クリーム系のコンシーラー的なスティックアイシャドウを塗って上に細いグリッターを重ねるメイクをしていたので、それがね残ってるのかもしれない。でもそう、なんか涙袋コスメはすごいたくさん集めてしまっているので、毎日いろんなものを使ってますね。そう、涙袋命なので私。ファンデーションと涙袋とアイライン、チーク必須ですハイライトも欲しい。でも本当は全部必要だけど、やばい、乾燥でコンタクトが出てきちゃいそう。あ、コメントが溜まってる、すいません。まだまだ赤いじゃん、すいません、すいません、二十歳が年とか言ってごめんなさい。ごめんなさい、すごい怒られちゃった。日光浴ね、でもやっぱりこの職業してると日焼けしないようにとか思って、夏とか特に、なんだろう、その移動の間はもちろん外でも、大体室内で過ごしちゃうんですよね、大半を。あ、でもお花見とかしたいな。そう、まだ桜はねこれからの季節で間に合うので、お花見行きたいな。そういえば3期生春祭りでお花見しようみたいな話、お弁当作ってみたいなあったから、なんかそのちっちゃいなんか持ち寄った記憶あるので、春祭りの時になんか普通に本当に桜の下で3期みんなでお花見したいですね。コメントがたまっちゃう。あー待って、コメント欄にしちゃった、ちょっと待って。あー、どこだ、あーもうわかんないあーちょっと待って、フィル入る、お嬉しい。雪が降るほど冷える、でも雪が降る条件って寒さだけじゃなくて湿度とかいろんな気象の
条件が重なった時だから、うん、雪が降ってる日はもちろん寒いけど、降ってなくても全然寒い日は寒いし、最近気になりつつある。嬉しい、ねえ、嬉しい。昼間よりまたお嬉しい、待ってます。花江の一人芝居ミニ劇場かな、それはないかな一人芝居、一人で劇するってこと。絶品マグロの焼きおむすび予約してくださいね、さん、ケンジさんだ。すごい、なんか、え、なんだろうこれ、編み物のぬいぐるみのカゴみたいな、初めて見た。ありがとうございます。そう、公演の日にね、三角とまるさんで販売していただいているので、そう、24と25は公演があるので、そう、あの電話だったりとかで予約をし、なんかね、ちょっと細かく何日か前とかまでとか決まってるみたいなんだけど、電話とかで予約をすると、その日に、公演の日に、販売日に受け取れます。あとはね、当日の店頭販売もあるんだけど、店頭は種類が毎回何種類か選ばれてて、そうだから、私のがその日の店頭販売にあるかわからないですよね。そう、フォロワーさんもね、3300人次目指してるので、フォローお願いします。やばい、58分だって。やばいやばいやばい、誕生日しないと。目移りせず花火を見ることを目標です。目標、ぜひ。カラコンつけるコツ？え、私今カラコンしてない、普通の透明のコンタクトだからあれだけど、でもあのね、なんていうの、私鏡見なくても入れれる人だから、あ、取れた、あ、取れた。なんか、なんだろう、普通に私は目を自分で触るのに抵抗があんまりないから、普通に取れちゃったけど、でも遊び行く日とかはカラコン全然してます。そう、あ、あとリリノちゃんのね、サイリウムはたくさん降ってほしいです。コールもね、あ、やばい、59だって。あー、ちょっとコメント追い切れなくてごめんなさい。あ、目が痛い、やばい、どうしよう。1位、あ、ケンジさんありがとうございます。2位、ロングさん。3位、アクシュチさん。4位、ライヒちゃん。あ、こっちの手映ってない。5位、ファントムさん。ちょっと待ってね。6位、パピコさん。7位、ジェイジェイカクアマグラの夫婦さん。8位、フロゴルファーさん。9位、ケイトさん。10位、ウニさん。11位、シメジジさん。12位、サンソンさん。13位、ウルグズさん。ありがとうございます。誕生じゃない方もたくさんギフト、コメントありがとうございました。また配信するのでフォローして待っていてくださると嬉しいです。やば、目がめっちゃ痛い。目がやばい、痛い。なんだ、エアコンがなんか止まっちゃったよたくさんありがとうございます。美人いいのに、そんなことはないです、ないけど、反面多いのはね、そう、ごめんなさい。そうなんですよ。